東京電力はきのう処理水を放出するための海底トンネルを掘った掘削機の撤去を行う予定でしたが海域にうねりがあり作業を一時中断していました。東電は今日の早朝から作業を再開し、午前9時半に、 掘削の引き上げ作業、掘削機の引き上げ作業を完了したということです。処理水の放出設備の工事は大詰めを迎えていて、トンネルの出口部分に蓋を設置する作業を残すのみとなっています。工事完了後は、原子力規制委員会による使用前の検査に合格すれば、設備が整うことになります。